こんにちは、アイルーです。今回は、アイルーオリジナル編成2024年の部、最優秀編成をご紹介していきます。2024年も始まって1ヶ月が経ち、まだ2ヶ月目というところではございますが、今年これ以上の編成出てこないでしょ、という編成を発見してしまいました。それがこちらのみかんフルーツ飴、忘れな草ダイナクッキー、雪玉液編成だぜ。それで、じゃあこの編成の何がすごいか、という点についてですが、まず前提として大事なのはスコアではありません。いえ、クッキーランというゲーム上、スコアは大事ではありますが、今回は、スコアを出せる編成ではなく、見せプのできる編成という、強さではなく、見せることに特化した編成となっています。具体的には、難しい延命を駆使する必要があったり、コンビでもないのに体力がギリギリで噛み合っていたり、そういうスコア以外の美しく見ていて気持ちいい点を、オリジナル編成を組む際には重視してるんだぜ。そして、今回の編成は、これまで組んだ中でも屈指の噛み合い具合で、これは動画にしないといけない、というレベルではなく、もうこれ以上の編成は出てこない、というレベルだと思ったわけです。そんなわけで、実際にどんなところがすごいのか、今回の編成のすごいところを解説していきたいと思います。まず、バトン前のみかんフルーツ飴と、ベッドの雪玉液、この2種はコンビではないけど、うまく噛み合うんだぜ。でも正直、それだけだとまあまあありったりじゃないですか。なんと今回の編成、それだけじゃないんです。というのも、みかんフルーツ飴が倒れる間際の話なんだけど、みかんフルーツ飴の体力がなくなるタイミングで、雪玉液が発動して体力バーが凍結して倒れなくなり、そして、体力バーの凍結が解除して倒れちゃうというタイミングで、みかんフルーツ飴の最後の能力が発動するんだぜ。文章にするといまいち何言ってるかわかりにくいですが、実際にそのシーンを見届けてからこの文章を見返してみるとなるほどとなると思います。あ、ちなみにペットの雪玉エージェは、他の回復とかのペットと違って、完全に体力バーを凍結、停止させる効果を持っていて、凍結してる間はクッキーは倒れなくなります。でもスコア生成は低いし、体力の凍結が噛み合うかどうかは編成次第なので、最近はあまり見ないんだぜ。話を戻しまして、そんなわけで、そのみかんフルーツ飴の倒れ際の部分だけでも、すごい芸術的な相性の良さなんですよね。でも、それだけじゃないんです。実はバトン後の忘れな草も雪玉液といい感じでして、最後の最後、忘れな草の能力終わりの時に、雪玉液の能力が発動して、能力終わって体力ゼロの状態で、雪玉液が発動してる時間分走れるんだぜ。正直、能力などの全てが終わった後に多少走れたとて、スコアにはあまり影響しないんですが、クッキー能力が終わって、ちょうどそのタイミングで発動し始めるので、追加で走れる時間がある程度長くて強いんですよね。体力を凍結させる雪玉エージだからこそできることでもあるし、雪玉エージの強みがいろんな面で生きてて面白い編成ですよね。ところで、サムネに書いてある延命4回の内訳としては、まず、みかんフルーツ飴で倒れそうな時に、ペット能力が発動するまでの時間稼ぎの延命が1回目。そして、ペット能力が発動し終わった後に、クッキー能力が発動するまでの時間稼ぎの延命が2回目。バトン後の忘れな草の、最後の能力発動前の延命が3回目。最後の忘れな草能力発動後の、ペット能力発動までの若干の時間稼ぎの延命が4回目、です。正直、ほんと綺麗に噛み合ってるので、どれも簡単ではあるんですが、走ってる時は普段しない延命ばかりで慣れてなくてドキドキしました。編成上の話についてはそんなところなのかな。なんかまだ編成でいい感じな部分もあった気がしますが、もうなかったような気もします。なので編成外の相性のいい部分についての話に移るんですが、なんとこの3種のクッキーペット、同じポーズしてるイラストがあるんですよね。それがサムネのポーズなんだけど、可愛いポーズだから好きなんだぜ。特にみかんフルーツ飴は、最初にみかんフルーツ飴の姿がお披露目された公式動画でもこのポーズをしていて、それ以来好きです。雪玉エージェはなんか前にも、ま、っていうポーズしてるって話した気がします。しめじか何かの顔文字アプリで、ま、って打っと出てくるあのポーズね。忘れな草に関してはどのポーズしてても同様に等しい破壊力の可愛さです。同様に確からしい可愛さね。今思い出したけど、昨日のキシリトールの場の動画作ってる時、キシリトールダイナクッキーって何度も打ちかけたんだぜ。脳がダイナに支配されてます。この、ノバとかダイナとかってのは、他のクッキーでいうところの味とか、言うとか、って部分の役割なのかなと、個人的に思ってます。チョコクッキーに味がついてないのも、チョコ、が味、の役割をしてるからなのかなと。特に根拠もないので、水を入れた牛乳くらい薄い説として残しておきます。そういえば今回のお風呂イベントでは、いろんなもの混ぜてお湯を作るんですよね。混ぜるのに失敗するとみかんフルーツ飴ちゃんが下水のようなお風呂に入ることになるんだぜ。下水レベルなら入る前からわかるような気もしますが。でもドリンクバーでジュース混ぜまくった時も、色味は暗黒だけど、味は美味しいから、そういう見た目と中身のギャップという可能性に欠けてるのかも、だいぶ体張ってるんだぜ。ちなみに、みかんフルーツ飴のほっぺたポーズは、実は能力の前半にもしてるんですが、泡取るためにジャンプしてると見れないので、なかなかレアなポーズみたいになってます。そういえば、忘れな草はダッシュ時に泳ぐので、そこでもみかんフルーツ飴とシナジーやったのを思い出しました。泳ぐ場所はかなり違うけどね。忘れな草の方が健全な場所で泳いでますね。そんなわけでアイルーオリジナル編成2024年の部、最優秀賞編成動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。